ミスエルテは日本の競争馬である。主なカチクラは2016年のファンタジーステークス。馬名はスペイン語で私の幸運。2016年9月24日、阪神競馬場芝1600メートルの新馬戦で川田省宮城の騎乗でデビュー。父、フランケルは G1 競争10勝を含む14戦全勝。母、ミスエーニョは アメリカの G1 優勝馬という決闘のためデビュー、前から注目されており、単勝1.3倍の一番人気に押された。レースでは、道中は中段を追走し、直線では馬なりのまま2着に2馬審査をつけて優勝した。自走は、重賞初挑戦となるファンタジーステークスに出走し、単勝1.4倍の一番人気に支持された。スタートで出遅れたが2着に1馬身1。 4差をつけて優勝した。当初は、頻馬限定戦の阪神ジュベナイルフィリーズを予定していたが、競争後の回復が遅れているとして、その一周後に行われた大馬との混合戦である、朝日ヒハイフューチュリティステークスに出走。ここでも一番人気に押されたが、里のアレスの4着に敗れた。この年は、基調面を考慮して、頻馬クラシック第一戦となる、大歌賞へ直行。 この競争では、同じフランケル3区であり、阪神ジュベナイルフィリーズやチューリップ賞など4戦4勝であった、ソウルスターリングが大きな注目を集め、単勝1.4倍の圧倒的な人気に押された。以下、クイーンカップ優勝馬のアドマイアミヤビ、アルテミスステークス優勝馬で、チューリップ賞3着のリスグラシュ、チューリップ賞で2着だったミスパンテールと続き、 ミスエルテは16.7倍の5番人気であった。レースでは中断を進むも伸びず、例のミノルの11着に敗れた。自走は NHK マイルカップに出走。後方待機から直線で追い込むも、アエロリットの7着だった。その後の休養を挟み、スワンステークスに出走。気象面の問題から、これまでに、 GI 競争で出走していた1600メートルから1400メートルに距離を短縮した。また、回区位が細く、デビュー以来、常に前走より体重を減らしていたが、NHK マイルカップから24キログラムの大幅な増加での出走となった。しかし、レースでは18等中15着に敗れ、続く阪神カップでも15着だった。2018年の初戦は、 京都品バステークスを選択、7着に敗れたが、川田は、一時期よりは、雰囲気も変わってきましたので、このままいい方向に向かって欲しいですと前向きなコメントを残している。しかし、その後のレースでも、制裁を書き夏以降は千万した条件に、降格、2019年5月16日付で、JRA 競争場登録を抹消し、現役を引退した。引退後は、ノーザンファームで、 繁殖品場となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。